低天保は、中華民国の政治家、教育者、外交官。中国国民党では、宣伝部門、国民政府では、教育部門の、各職を歴任した人物として知られる。救命は、学友。1912年、少女高等中学に入学し、後に、私立新徳中学に転入した。1919 19年、54運動が勃発すると、 定店舗は、上海学生連合会副評議長となり、同年秋には、学生連合会会長に選ばれている。同年中に、福丹大学を卒業したほどはアメリカに留学し、まず、シカゴ大学哲学部で学び、ついで、イリノイ大学政治学部に移った。1922年に修士号を取得すると、カナダに向かい、トロント大学で研究を続ける。 この間の1923年に中国国民党に加入し、機関紙、政治日報総編集や党カナダ党部支部長などを務めた。1926年に政治学博士号を取得し、同年8月に帰国した。帰国後の定店舗は、福丹大学や大科大学で教授を務めている。1927年1月、 中国国民党厚生省党、部執行委員県宣伝部部長に起用された。翌月には、同省政府教育庁長,長長となっている。この間、ほどは、反響の AB 団の指導者として、省内の中国共産党勢力と激しい権力闘争を演じた。4月には、共産党側に逮捕され、処刑直前の危機に追い込まれている。 しかし同年中に小政府主席、スノ則が、小介石ら南京国民政府に接近し始めたこともあって、5月末に釈放された。同年12月、定店舗は、国立中央大学教授兼国民政府参事に任せられた。翌1928年、中央軍校軍官団政治総協関係、政治部主任となり、同年末に、 安徽省政府教育庁長,長長となる。1929年1月、小立安徽大学校長に任ぜられ、3月、東大三期中央執行委員候補に選出された。1931年6月、定店舗は、国民党中央党部宣伝部副部長に起用される。同年12月、厚生省政府教育庁長,長,長を再び兼ねた。翌年秋に、 育海軍総司令部統制委員会委員を兼ね、12月、党第四期中央執行委員候補に再選された。1933年2月、湖北省教育庁長長に任せられ、同年、国立石膏大学校長となった。翌1934年9月には、国立中央政治学校教務主任に移り、11月、チャンス省教育庁長,長となっている。 1935年6月、中ドイツ大使に任命され、11月には、当第五期中央観察委員に選出された。日中戦争勃発後の1939年3月、定天保は、国立四川大学校長となり、9月、三民主義青年団中央観察会観察に任せられる。1943年からは、 国立中央政治学校教育長となり、さらに国防最高委員会常務委員も兼ねた。1945年5月、東大6期中央観察委員に再選されている。9月、国際連合教育科学文化機関、検証制定会議に中国代表として出席した。その後も、党観察委員会常務委員、立法院立法委員、立法院外交委員会委員。 党中央宣伝部部長を歴任している。国境内戦終盤に、帝天舗は台湾へ逃れた。1950年3月、教育部部長に昇進して、1954年5月まで、同職にあり、台湾の教育環境整備に尽力している。1958年には、甲子院副委員長に任命された。このほか相当副国策顧問も兼ね、党では、 第8期、第9期の中央表議員に選出されている。1967年11月29日、ニューヨークにて死去。去年69。ありがとうございます。